シュライン・オーディトリアムはアメリカカリフォルニア州ロサンゼルスにある劇場。1906年に G. アルバート・ランズバーグにより設計されたが、1920年1月の火災により全焼。その後、1926年に再建された。2002年には1500万ドルの費用をかけて、最高水準の舞台、音響、照明システムの大規模なリニューアル工事を行った。収容人数は約6300人で、過去にはプライムタイムエミー賞やアカデミー賞、グラミー賞、アメリカンミュージックアワード、NAACP イメージアワード、ソウルトレインミュージックアワードの授賞式が行われていた。また、2006年7月にはミスユニバースの会場にもなった。会場名のシュラインは、米国の慈善団体で秘密結社として有名なフリーメイソンのうち組織でシュラインという団体が寄付金を出資している。シュラインオーディトリアムに隣接している施設で主に国際会議や晩餐会、試写会、展示会も使用できる。ありがとうございます。